皆さん、こんにちは。大樹です、えー。コーチングに命を吹き込むというね、えー、コンセプトで。 全12回のシリーズをやってきました今日で最終回でやっぱねコーチングをこれからもっとね、えー、自分のものにしてでしっかり結果が出るような形で実践してもらうためのねこのポイントというのを、まあ、考え方や,やり方のポイントを伝えてきましたが最後は、まあ、また我々のこのマインドセットというかね我々がどんな気持ちでいるかそして、えー、コーチとしてねこの上達していく熟練していくためにどんなこ どんなふうに取り組んでいったらいいかというね、えー、ことに関してお話をしてみたいなというふうに思います。一つね、案外重要なのはね、待てるっていうことですね。待てる。で、これは、あの短い意味での待てるでいえばね、セッションの中でクライアントが何か考えたり生み出そうとしてるのを待てる。ね、待てないコーチは矢継ぎ早に質問しちゃったりとかね、自分でなんか自分の考え言っちゃったりするけど、待つ。これも信頼ね。でもう少し長いので言えば、やっぱりね、3ヶ月半年とか1年とかね、 でそこを着実に積み重ねていければよ、クライアントは必ず変化していきますけどやっぱりなかなかねあの3ヶ月経っても半年経ってもあの目に見える変化が出てこないケースってもあるんですで、もちろんクライアントと一緒にねプロセスを振り返りながらやれることを探してでいろんなことをトライしていくは大切だけど根本どっかで待つ焦らないで信じる。 で我々がやっぱりそういうふうにいるっていうことがクライアントを信じることだしでクライアントも自分のことを信じて進み続けてその中から何か新しいやり方を手に入れていくっていうことになりますねだからね一つ待てるとか信じることができる自分でいようとでまあんでしょうね愛情なのかな信頼なのかな,なんかそういうものとつながってねコーチングができるだからスキルを使って何とかしてやろう変えてやろうじゃないんですねクライアントのの中にあるものが芽生えていくような その関わり方というのがコーチングのね、えー、スキルの中にあるわけででねそれはこういう理論こういう背景になる理論に基づいてやってるんだよっていうことをねいろいろとご説明してきていましたけどもまああの、 えー、クライアントの中から何かが芽生えていくような関わり方をあのしっかりできるようなね我々でいるといいなと思います。で我々自身もねあのそんなに急成長しません。でもちろんあのいいやり方いい考え方を身につけたらねあの少しは自分のコミュニケーション変わっていきますけどでこのビデオシリーズ12回見て、ね、見ただけでじゃあすぐにコーチングできるかとかねで毎回素晴らしいコーチングになるか残念ながらなりません。 でうまくいく時もいかない時もあるでその時にやっぱり自分の成長変化も信じて自分にも、ね、ちゃんと待てるかそしてその上でやっぱり。 こう一歩一歩、ね、積み重ねてていいいけるかっていうこととが大切だと思いますでどこから積み重ねていったらいいかって言ったらね僕のおすすめはまずコーチングを、ね、シンプルに理解することあのよくおすすめするのは A41 枚に自分が、ね、コーチングで大切だと思うポイントだとかコーチングってこうやるんだよっていうことがパッと一目で見て分かるようにあのまとめてみようと A41 枚よりももっと情報少なくてもいいけどねまず一覧してパッとああそうだコーチングってこれだポイントこれだって分かるのを自分なりに作る自分のために A41、ね、枚のコーチングマニュアル。なんでかっていうとね、もうそれ以上情報増えちゃって、あれもこれもってなったら処理しきれないから、コーチングしてる最中にあれどうすんだっけって考えることになるんですよね。うん、そしたら結局、目の前にいるクライアントの話をちゃんと聞くとか、しっかり見るとかね、ねそこにふさわしい何かを投げかけるとかっていうことって絶対できないんですよ。だから、ぱっと見て、ああ、そうだ、コーチングってこれだったって思えるものだったら、ね。 実際のコーチングの時、クライアントのことをちゃんと見て、ちゃんと聞いて、クライアントに集中ができるね。だから、それぐらいで、まずシンプルに、ね、この12回だって情報量全然多いから、もっとシンプルに自分がポイントだと思うとけだけしっかり押さえておくっていうのをやるといいよね。で、おすすめは、まあ、3条件ね、ロジャースの3条件と、それからグローモデル。 から生まれる質問と、あとはね、あの具体化の質問ね、えー、もうちょっと教えてとか、例えばとかね、えー、どういうこととかね。で、えー、っと、あとは、あのグローモデルのゴールのところをスマートゴールにすると。 ね、で,これぐらいでいいんですよでまず最初はこれぐらいでいいでこれだけでとにかくコーチングをやるっていうことを考えてその上でねゴールイメージとプロセスイメージをしっかり作るゴールイメージっていうのは何かっていったらコーチングセッションあなたがグローならグローモデル使ってコーチングやる時にコーチングセッションの最後にクライアントがどんな状態になるかっていうことの具体的なイメージを持つっていうことです。 で結局ね、コーチングって決められた質問することには価値ないのよ。でそれは手段であって、で要はそのこととして、最終的にクライアントが、ね、何か自分の大切なものに向かって、新しい行動を起こせる状態になってるということが大切で,、ね、で、そこのゴールに向かってこう寄せていくとかね、ゴールに向かってまあう,ま、ね、うまくいったら離れたりこうするんだけど、最後、このゴール状態に到達するということが大切なわけだから、だからコーチングの最後、クライアントがどうなってたらいいかということのイメージをしっかり持つわけよ。 ね、クライアントは具体的なねここに進みたい思っててあこれやりたいがあってこれならやれそうがあってねで、えー、コーチに応援しててもらって,てまずやってみようとで具体的にいつどこで何をやるかも決まってるとねでそこに対して前向きな心の状態になってるクライアントあこれがゴールなんだとねでその人のことを信じてて見守ってて勇気づけててねでまた次回話しましょうねって言ってる自分ねこれがコーチングのゴールですからねでそのゴールイメージをちゃんと持つ。 それからあとプロセスイメージで。プロセスイメージっていうのはコーチングのプロセスで、なんかどんなふうにコーチとクライアントがコミュニケーションをとってるか、ねえー。コーチが例えばね、グローで、ね、ゴールに関する質問をする。じゃあさあって3年後、どんな自分になってたら最高だと思えるんだろうね。で、クライアントはこう一生懸命考えながら少しずつ話していく。それに対して、そっかそっかって聞きながら分かんないところ、えー、それもうちょっと教えてとかどういうこととかね、自分が具体化の質問を使ってるとか、ね。 じゃあちょっとゴールすまね、えー、ゴールもう少し具体的に、えー、思い描いて、で、ポイントになるとこ書いていこうかとかって2人で書いてるとかね。で、それ見ながらクライアントが、いや、そうですね、本当にこうなったら最高ですねとかってこう言ってたりとか、ね、このプロセスのイメージね、何がコーチングがこの成功に向かってるプロセスなのかね、で、そこの中でコーチとクライアントはどんなコミュニケーションを取ってるかっていうイメージをしっかり持つ。 でこれの役に立つのとして、まあ、自分がコーチング受けてみてあこんな感じなんだって体験するのが一番役に立つしそれからあとは人がコーチング受けてるところを見れたりするとそれも、ね、イメージとして役に立つかもしれないただあんまり上手なコーチのコーチングセッションを見るとちょっとそれは自分には無理だなってなっちゃいかねないからやっぱりねコーチングも技術だからねその小学者とか、ね、1年2年やってる人と、ね、3年5年やってる人と78年やってる人と10年以上やってる人と15年20年やってる人とる全然違うんだね。 だからあの自分にいいモデルを見つけてなんかその人やってるのでなんかこんな風にやれたらいいんだなっていうそのプロセスのイメージと最後クライアントがこうなったらいいんだなってゴールのイメージを持つでそれに向かってとにかく今のクライアントをしっかり見て自分がその時に必要だと思った質問を投げかけてしっかり聞いてってやりながらねでとにかく頑張ってゴールの方に寄せていく。ね で終わったら自分のセッションを振り返ってみてどこが良かったかどこが改善できるのかを考えてみるって、まあ、こういうことを、ね、地道に繰り返すことですよで現場からしかコーチングは学べないからコーチングを一番教えてくれるのはクライアントですからね。でだから是非練習もいっぱいしてそしてあの え精神・整いね、あの本番もやって、で、えー、コーチングっていうのを身につけていってもらえたらなと思います。そして、もっともっと実は大切なことがあって、自分がどんなコーチになりたいかっていうことをしっかり考えておくね。しかもあ、一人よがりの私はこんなコーチになりたいじゃなくて、クライアントにとって自分はどんなコーチになりたいか。で、それがあなたのゴールですから。だから、クライアントからこんなふうに思われるとか、クライアントにとってこんな存在であるとか、クライアントにこんなふうに関われるコーチでいたいと、ね。で、それをまた具体的に描いて、 だとしたらその自分であるっていうことはクライアントにどんなふうに関わることなんだろうか、ね、っていうことをまた考えてクライアントにこう関わっていく、ね、そこに向かって何か自分も、ね、常に新しい行動を試してみてその結果から学んでみて、ね、で、えー、自分で独りよがりにならないこれとても大切ですあの料理だったらね自分がおいしいと思う料理自分で作って食べればいいわけですけど <laughs> あのコーチングっていうのはやっぱりクライアントがいいなと思ってもらえるものだししかもいいなと思うだけじゃなくてやっぱクライアントに効果が出るってことが大切だからね だから、クライアントからフィードバックもらう。それから、クライアントがコーチング受けた後にどうやって変化したりしなかったりするかもよく観察する。で、そこから、どんな関わりをしたら、もっとクライアントにとって効果があるね、コーチングができるコーチになるんだろうっていうことをやっぱり考えていくっていうことです。で、僕らね、コーチングを教えてる側からすればね、やっぱりあの、それをまあ僕で言うと1700人とかと一緒にやってきてるので、えー、やっぱりいっぱいたくさん見てる。だから、そういう意味では、あの、 こういう風にした方がいいよとかね、じゃあこんな風に考えてみようやってみようっていう風にいっぱいアドバイスもできる。で、だから先輩とかね、えー、先生とかを捕まえてやっぱりフィードバックもらうっていうのも自分とかね、自分では気が付けない。それからクライアントからのフィードバックではもらえないものもいっぱい出てくると思う。だから自分も目標を持って。 そことの差分について自分でいっぱい観察しながら考える。クライアントからもフィードバックもらう、ね。で、先輩とか先生とかからもフィードバックをもらう。で、そういうふうにしながら是非、ね、ぜひね、だんだん理想のコーチングができるようになっていくといいんじゃないかなというふうに思います。でもうね コーチングをぜひあと受けてくださいね。これコーチングをね受けなくてもねコーチングやってる人っていうのは本当にもったいないあの。コーチング受けたことがないとね一人上がりになるんですよ絶対に。なんか受けて何が良かったとか何が良かったか分かんないからやっぱりねコーチングをね受けてない人のコーチングっていうのはね なんか相手に届かなないいコーチングががやっぱり多いね残念ながらだからあの自分も受けてみてで、えー、特にね頭のいい人はねなんか別に自分コーチングなんか受けなくても自分で考えてやれちゃうよって思ってる方もいてで、まあ、それは半分正解なんだけど半分もったいないのは実はコーチングってねなんか自分の思考の枠を超えていくっていうことをあのコーチと一緒にいるとできるっていうことなんですよねでだからどんなにね賢い人でもねどんなにねパフォーマンス上げてる人でもやっぱりねコーチがねしっかりコーチとして絡んでくれたらね 自分の、ね、思考がこう広が広っていくんですよねだからそれをね、まあ、いいコーチ見つけてぜひ体験してみてくださいそうするとうわコーチングってすげえ可能性あるなっていうふうに思うと思いますでコーチングってすげえ可能性あるなってなった時にやっぱりもっと自分は本当はどんなコーチになりたいのかながまた出てきてただねなんか決まった質問を投げるとかっていうことじゃないまたねコーチングの領域がこう開けてくるんじゃないかなというふうに思います、えー、僕らはねとにかくコーチングを受けるコーチングを学ぶコーチングをする、ね、この3つをとにかく大切にしていきましょう しょうとかってあのいうのは合言葉にしてますけどぜひねなんか意識的な目標を設定しながら、えー、そこに向かってあの行動を続けていくといいんじゃないかなと思いますということで、えー、12回どうだったでしょうね、えー、僕もねコーチングに関して、えー、教えたいことを伝えたいことっていうので言うとまあ今から用意どんでスタートしてもいきなり何百時間分とかも話せちゃうんですよでだから他にもいっぱいねあの お伝えしたいこととか一緒にやってみたいことあるんですけどまあまず最初はこれぐらいを武器にいろいろとトライしてみたらいいんじゃないかなというところをねあのお伝えしてみましたよかったら参考に使ってみてくださいで、えー、僕もね、あのー、プロコーチ養成スクールというところをやってましてそのまあ入門編でねエッセンシャルクラスコーチングの本当にエッセンスですよねを2日分のプログラムでとにかくね体験体得してもらおうっていうのをやってたりしてます えー、この夏以降はねまたオンラインのクラスなんかも始めたりしますから、えー、一緒に学んでみたいとかね、えー、フィードバック受けたいという方はあのぜひぜひ、えー 一緒に学びましょう。で、他にもね、あのいろんなビデオもあります。で、僕自身がコーチングやってるビデオなんかも出してますから、やっぱり自分のイメージ作りなんかにも使ってもらって、で、世の中いいコーチいっぱいいますから、あのいろんなコーチのコーチングに触れながら、で、なんか自分がどんなコーチになりたいのかなっていうのをあのぜひ見つけて、で、そこに向かって進んでいければと思います。コーチがいっぱい必要ですね。これから本当にあの多くの人が自分の人生どういうふうに生きていくのかっていうことを考えて、そしてどうしたらね、もっといい世の中にできるのかって考えて、で、行動に移していく。 ととといいいうことがこがのの世界をももっと素晴らしいものにすると思いまする思まだからまだまだコーチは必要なんであの僕も皆さんがもしコーチングに興味を持ってくれるんだったらねそれのお役に立てるようにこれからも頑張って活動していきたいと思います。ということで、えー、どこかでお会いできる日を楽しみにしてます。それではどうもありがとうございました。